大航海時代、王侯貴族の間で珍品収集が流行した。彼らはブンダーカマーと呼ばれるコレクションルームに動物の標本、科学の実験道具、地理学上の発見物など古今東西の驚異的なものを収集した。振り方が雑だなこれ。そうですね、この番組すごいなと思います。こんな部位までちゃんと作ってんだなっていう。以上